絶対に放置時間を守ってください。シャキシャキこんにちは、表参道美容師のあやまるです。今日はですね、どうしても次の日には染めなくてはいけないなどの急遽のセルフカラーの注意点についてお話ししていきたいと思います。セルフカラーって美容師的にはもう本当におすすめはできないです。だからといって自分で絶対にカラーをするなとも言えないです。だって仕事で髪色を怒られて、もう明日にでも染めてこいって言われてしまう場合とか、今ではコロナの影響で行きたくても行けない、そういうね、いろいろな状況があると思います。なので今回は市販のカラー剤の注意点と、どうしても自分で染めなければいけなくなってしまった時の染め方のポイントをお伝えしていきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。まずカラー剤っていうのは4種類の成分に分かれています。市販のカラー剤もサロンのカラー剤も大枠で見るとこの4種類です。まず1個目色素、2つ目アルカリ剤、3つ目過酸化水素、4つ目コンディショニング成分。この4つの要素で出来上がっていて、これがうまく反応することでヘアカラーを表現しています。色素とアルカリ剤は1剤です。過酸化水素は2剤です。でコンディショニング成分は1剤にも2剤にも入っています。まずは色素の説明からです。もう色素はそのままですね。レッド、ピンク、バイオレット、アッシュ、マット、グレー、ブラックなど色味を構成する要素になります。次はアルカリ剤です。アルカリ剤っていうのは髪の表面にあるキューティクルを開かせる、そして開いて中にカラー剤の成分を入りやすくするっていう役割があります。これは髪の毛を脱色するのにも必要な成分です。次、過酸化水素。髪の毛ってもともと黒いじゃないですか。でその黒いところってメラニン色素っていうのが入っています。そのメラニン色素を破壊して髪の毛を明るくする効果が過酸化水素にはあります。そして色素が発色するためにもとても必要な成分です。最後はコンディショニング成分。カラー剤には染めるだけじゃなくて、カラーをしながら髪のコンディションを整える成分が入っています。これがコンディショニング成分です。でね、また細々と見るとまだたくさん成分って入ってるんですけど、だいたい大枠で分けるとこの4つが主な主成分になっています。で次は市販のカラー剤とサロンのカラー剤、何が違うのか。まあ、結論から言うと、市販のカラー剤とサロンのカラー剤って大事にしているところが違います。まずはこの2つの違いを理解するところから始めていきましょう。まずアルカリ剤の違いです。アルカリ剤は揮発性のものと不揮発性のものがあります。さっきも言いましたけど、アルカリ剤っていうのはキューティクルを開いて髪を脱色するという効果があります。そのアルカリ剤が役目を終えた後も揮発せずに髪の毛に残ってしまうと、それがダメージの原因になります。市販のカラー剤に使われるアルカリ剤っていうのはモノエタノールアミンといって不揮発性のものです。だけど美容室のカラーで使われているアルカリ剤はアンモニアなどの揮発性のものです。市販とかに含まれているモノエタノールアミンなどの残留してしまうアルカリ剤を自分で除去できるんだったら話は別ですけど、自宅でそのケアは無理です。次は過酸化水素の濃度の違いです。過酸化水素は脱色と発色両方に欠かせない成分となっています。2剤と呼ばれる薬の主成分です。日本の法律だと 6% の濃度が限界になっています。美容室では主に 1.5 から 6% の過酸化水素が使われています。この数値が高ければ高いほどより脱色して発色します。でこの脱色をする過程でどうしてもダメージは起こってしまいます。黒い部分とか健康な髪の毛にはどうしても高い濃度の過酸化水素が必要です。ただもともと明るくてもう色味を入れたいだけっていう時は濃度の低い過酸化水素を使うとダメージも軽減できます。で市販のカラー剤を使ったことある人は分かると思うんですけど、この2剤の過酸化水素の濃度って選べないですよね。市販のカラー剤ってもう 6% 一択なんですよ。だから伸びてしまった健康な髪の部分にも毛先の傷んだ部分にももう 6% 一択なんですよ。なのでダメージのある毛先に濃度の高い過酸化水素をつけてしまうとまたさらにダメージが起こってしまいます。ここまでが市販とサロンでのカラー剤の違いの説明です。
かなり結構専門的で難しいお話になってしまったんですけど、大丈夫ですか？まあ簡単にすごく分かりやすく言うと、もうダメージのしてる毛先の部分にも市販のカラー剤の強い薬を塗ってしまうと、またさらにダメージしますよっていうお話です。では次、自宅でやる市販とサロンでやるカラー剤の塗り方の違いです。市販のカラー剤って結構みんな適当に塗りません？とりあえずついてれば OK みたいな感じでベチャベチャベチャと塗る方多いんじゃないですか。まあ、そして根元だけ染めたいってなっても、自分で市販のカラーで染めるのって難しいですよね。で、後ろとかも見えないからどうしても色ムラってできてしまいます。たまに市販で染めちゃいました、すいませんって言って来てくれるお客さんいるんですけど、やっぱり後ろの方は濡れてないことが多いです。たまにすごい綺麗にできてる人もいるんですけど、でもやっぱり色ムラができてしまう人がほとんどです。でも美容室でカラーをするのはもうプロの美容師が見極めているので、髪質だったりとか伸びている部分をどれくらいの明るさにするのか、もうすでに染まっている部分をどういう色にするのか、今までやってきたパーマとかカラーとか、その履歴のダメージ具合だとか色持ちだったりとかを人によって全然変わってくるので、根元、中間、毛先のお薬を変えたりだとかしっかり見極めてくれるので、薬剤の強さだったり放置する時間もその人に合ってやり方でコントロールできます。例えばもうすごく傷んでしまっている毛先には弱い濃度の過酸化水素を使ったりだとか、明るくしたいから あの人は根元が明るくなりにくいからちょっと根元の部分は濃度の高い過酸化水素を使うだとか、もう人によって全然違うので、美容室でやるカラーってムラができないし、髪もできるだけダメージを抑えながらカラーリングすることができます。今いろいろお話ししましたけど、今の感じだとどうしてもサロンのカラーしかもうダメですって言って市販のカラー剤を規定するわけではないんですけど、ただ市販のカラー剤そのもの、そして染める技術ではやっぱり美容室でカラーリングする方が絶対優れていることはもう紛れもない事実です。まあ、でも市販のカラー剤にも多少はメリットはあります。まずは価格ですね。まあ、都内の美容室って平均的に見たら根元だけ染める場合は5000円前後、全体染めるのは7000円前後の価格になっています。それに対して市販のカラー剤って1箱700円とかで染みますよね。だし、まあ、好きな時に染めれるっていうところもメリットです。はい、ではここまで市販のカラーとサロンのカラーについてのメリット、デメリットと特徴のお話をしましたが、どちらもいいところがあって負担になるところもありますね。このねお話を理解した上で、私はできれば美容室でカラーをしてほしいなと思います。まあ、完全に私が美容師なので市場が入ってるんですけど、髪へのダメージはやっぱり最小限にしたいし、より美しくデザイン性のあるカラーってやっぱりサロンでのカラーが一番なんですよ。で、市販のカラー剤でかけた負担っていうのは、髪の毛がバサバサになってゴワゴワになって硬くなってしまったり、それによってスタイリングがしにくいとか、市販のカラーで染めた後美容室行ってブリーチしたいとかカラーしたい、パーマしたいっていう時に影響が出てきます。なので私としてはなるべく髪に負担をかけないでいろんなデザインを楽しんでほしいので、やっぱりサロンでのカラーがいいと思います。ただもうどうしても自分で染めないといけないっていう場合もあると思います。時間的にも金銭的にも自分でやらざるを得ない人、そんな人もいると思うので、今からはセルフカラーをする際の注意とポイントを説明していきます。まずセルフカラーの注意点からです。最初にカラーを塗るとき、後ろから塗ってください。ただ闇雲にねとりあえず塗ろうっていうのではなくて、どうしても後ろの部分って染まりにくいんですね。なので最初に後ろから塗ってあげる、そしてサイド、前髪、トップ、この順番が理想です。で、どうしてもこの首の後ろの部分ともみあげの部分と前髪のつむじの部分って染まりにくいんですよ。なのでしっかりここにお薬がついているかっていうのも確認してください。で、このこめかみ部分の髪の毛って薄いんですよ。細い髪の毛なので色が明るくなりやすいです。なのでここの部分はあんまりベタベタにお薬を塗らないようにしてください。薄めで大丈夫です。そしてもう一つ、頭皮にべったりカラー剤はつけない方がいいです。どうしても体温との関係があって、一番体温に近い根元の部分って明るくなりやすいんですね。だからたまに根元だけ明るくなっちゃったってなってる人いませんか？それは頭皮にカラー剤をベタベタ塗っていることが原因になります。なので最初から根元にがっつりお薬を塗るんではなくて、毛先の方から順番に塗っていくと根元だけ金髪になるっていうことは抑えられると思います。
そしてカラーを塗り終わった後に大事なことは、絶対に放置時間を守ってください。この放置時間が短すぎると染まってなかったりだとか、逆に時間を置きすぎると根元の方だけパーンと明るくなってしまう原因になります。そして髪への負担もかかってしまいます。次、シャンプーをするときは38度以下のお湯ですすいでください。しっかり洗い残しがないようにしていきましょう。やっぱり市販のお薬ってちょっと強いので、洗い残しがあると頭皮が荒れやすくなります。そして最後にシャンプーをした後はしっかり洗い流さないトリートメントでヘアケアを入念に行ってください。さっきも説明したんですけど、市販のカラー剤ってやっぱりどうしても強めに作られています。誰でもしっかり反応するように強めなんです。なので染めた後のヘアケアしっかりやってください。はい、ここまでちょっといろいろ難しい話もたくさんしたんですけど、まあ、何が言いたいかと言いますと、カラー剤っていうのは化学物質です、薬品です。アレルギーを起こしてしまうっていう危険性も持っています。なので美容師は専門の技術とか知識を必死に勉強して練習して、国家資格を持った専門家として施術をしています。市販のカラー剤を使うなとは言いませんが、今日お話しした内容を理解した上で市販のカラー、サロンのカラーを活用していっていただけたらなと思います。はい、ということで今日はセルフカラーの注意点についてのお話でした。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。で、下にコメント欄もあるのでたくさんコメントください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。